だったらもしかしたらさ、舐めてくるんだけど、足舐めてくるんだけど大丈夫そう？大丈夫そうかな。コタロは下にいます。おいでコタちゃん、おいで。逃げ上がるの？すぐそうやって。あ、みんなに可愛い顔見して。ほら、みんな見える？コタロー、お、あコタロー、コタくん、あっち行っても誰もいないでしょ。なあ、ぼーっとドア見つめて。ほら、コタロコタロコタロ、こっち。こんばんは。なんかめっちゃ私のこと今睨んできたんですけど、こんないつもだこんな顔、こんな急にめっちゃ睨んできた。悲しいよ、私は悲しいよ、コタロー。それこんばんは。今日はグッチと遊んできました。ちょっとだけ遊んできました。コタくん、なんかさ、今さっきこれ何なの？なんかすごいヘビみたいなさ、なんだこれ、なんかニョキニョキなやつ、なんか安定しない。コタロおいで、なんか安定グラグラする。かわいいよな、コタロー。なんかチュン、お、反応する？反応して、ちょっと動こうとしたけど、お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 いでコタくん、こっち。コタロと目が合う。ってすごい、ニットだ、ニットなんだね、これ。分かった。じゃあなんかバレーボールのあれみたいなのもこれニットなんだ。ニット、ニット。おお、くしゃみを。コタくん、明日さ、生写真撮影やるからめっちゃ盛りたいんだけど、盛れるかなっていう気持ち、なんか盛らしたい。なんか最近盛れなくて、自分もう死に、朝からマッサージして、朝からもうお風呂入ってとか しまくろうかな、もうね。やっぱ生写真は大事だから。前回今触られてる生写真は全然漏れなかったの、私的には。だから漏らしたいけど、むくんだらね終わりだから、頑張ってむくみ取って。せめて自撮りだけでも漏れさせれるように。
結構ね。まあ明日になってみないと分かんないですからね、それは。もう今日はな、極力漏れたいっていう気持ちだけで乗り切ります。コタロー、コタくん、そう、なんかなんだっけ、そう、加工アプリこの前話したじゃん、私が。あのさ、なんだっけ、なんか使ってみたい加工アプリがあるんだけど、そう、なんか使いたいのあるけど、なんかそれが結構課金しないと使えないから、無料で取れるのは制限回数、回数制限あるから。コタロー、コタロー、そう、だから結局悩んで悩んで何も決めてない。でもさ、本当にそれが漏れるってなったらさ、もうそれ使った方がいいじゃん、お金払ってでも。まあこれも一応お仕事っていうあれに考えればね。からね、迷うよね。こたちゃん、おいで、こっち。そう、年額なら安いんだっていうのがね、罠だよね。こういうの結構多いじゃん、年額だったら。だってさ、一月900円なのにさ、年だったら300円ぐらいじゃん。もうそれがおかしいのよ。でもね、漏れるっていうあれもないからさ、コタちゃんです。かわいいでしょ。ああ危ない。そこの配信終わったらさ、行きたいとこあるね。うん、なんかでも迷うんだよね。なんかさ、結構さ、一回その謎に入っちゃったらさ、なんかもうなんか今の使えるやつはクマとかほうれい線とか、クマとかほうれい線とかが加工しないと取るもう設定できないの。だからわざわざ後で取った後隠すとかしかできなくて、だからそう、めっちゃあれじゃん。だからね、なんかいっないかなっていう。今日はね、グッチと遊びに行ってスシローに行ったんよ。最近なんか私たちスシローに行くのにハマってて、スシローに行ってみたりもして、そう、スシロー夕方夕方にスシローに、ちょっと微妙な時間なのやっぱり。
なんかお昼は全然違うし夜にしてはなんかみたいな感じで、私はやっぱお刺身はあんまりね、この前ね食べてみたのよ、グッチと遊んだ時に、え食べてみようかなみたいな感じになって、お刺身そう食わず嫌いとかかなって思ってたから、あんま食べないのお刺身を、だから食わず嫌いなのかなとか思って、ね、食べあの思ってて食べたけど、やっぱりそんなにめっちゃ好きだけじゃないなって思ったから、今日はずっとハンバーグとエビ天とカルビのやつを頼みました。そうカルビ、なんかうま塩カルビ、塩カルビみたいなのがね美味しかった。しかもなんかカニ味噌ラーメンみたいなさのがあって、え絶対美味しいじゃんとか思ったんだけど、なんか食べなかった。でスイーツ大学芋も食べた。なんかさ、なんだ回転寿司ってさあれじゃん、例えばだけどなんかなんだっけ、その飲食店行きますってなって、まあそれだったらもうメニューがあって、その中で選んで食べてそれでお腹いっぱいって感じだじゃないですか。なんか満足感もあるし、そっちはそうなんかこれやっぱりこうやってね頼んで、まあ主食とメインがあってスープがあってとかいろいろあるじゃないですか。そうそれが あるともうなくなったっていうあれで満腹感もいっぱいなんですけど、多分なんか回転寿司ってなんか多分どんどん1個が100円150円かな今で、なんかどんどん多分注文していくじゃないですか、2貫しかないから。でそうするとなんかまだまだいけるでしょみたいななるの、なんか自分のあれが分かんないからさ、限界っていうか、だからね難しいんだよね。それを出してあげよう。あっち入って。じゃあね、コタロ、元気でやるんだよあっちで。そうなんか分かんないじゃんなんかね。だから結構。なんかしかもなんか回転寿司ってせっかく安く収められるのになんか食べるとなんかもったいないなっていう気持ちにもなるから、あんま食べないようにしてる。いつも5皿くらいで終わる、7皿私もう5皿くらい食べたかな今日。でもちょっとまだ食べたいなって気持ちもあったけど、うんまあいっかって。でも最近あんま行かないからさ、回転寿司に行かないかな、結構わかんない。一回さなんかしかもなんかグッチも私もなんかあんま食べるモチベっていうか、なんかグッチもなんかもうちょっとなんか食べちゃったりするとなんか好きすぎてなんかから、そうし、なんかまあグッチがそんな感じで私もそんな食べないくていっかと思って、まあ数皿5皿ぐらいで終わるけど、多分家族で言ったらまあお腹いっぱいまで多分食べようとはなるから、ちょっと検証してみたいね、何皿いけるのかって。545日ありがとうございます。ね、小太郎さあっちに行かせてくれよみたいな言う割にはさあっち行ったらずっと泣いてるんよね、不思議なこと。たくさん食べる人そうなんだよね結局は。でもなんかでも実今日行った時ももうちょっと
食べようかなとはなったから、多分もっと食べれる気がするって思った。じゃあ終わろうかな、ちょっと今日は短いけど終わりたいと思います。もうこれ今日3曲、あ、いけた、ちょっと、はいはい。13位、ミルーンクラゲさん、ありがとうございます。12位、ハピマルさん、ありがとうございます。11位、マー君さん、ありがとうございます。10位、ちゃんとくさん、ありがとうございます。9位、セレナデさん、ありがとうございます。8位、赤いグリフォンさん、ありがとうございます。7位、しみしみさん、ありがとうございます。6位、そらさん、ありがとうございます。6位、かべちゃうさん、ありがとうございます。4位、ワンタンメンさん、ありがとうございます。3位、ただのさかなさん、ありがとうございます。2位、りかさん、ありがとうございます。1位、やしたんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。明日は朝かなって思われたりもしますので、ありがとうございます。ヒートテックが見えるこの服ありがとうございます。